はい、サイグスーヨーチューガナベラ三線伝道師前ちんこと前田明やいびーえい右手も感知してですね、やっと、三線が弾けるようになりまして、まあなんか不思議にですね、この、弾けなかった時はですね、非常になんかあの毎日がなんかいつもと違うっていう感覚があったんですけども、なんか昨日あたりからですね、ちょっと弾けるようになってですね、こうなんかあなんかいいなっていうふうにですね、思っております。さあ、今日もですね、皆さん、三線の、好きな皆さんにですね、三線の、三線ライフの楽しみ方としてですね、今伝道しているわけですけども、さあ前にですね、このエレキ三線、琉球エレキ三線を、ご紹介しました。このカナロなんですけども、黒バージョン、が出ましてですね、まあ紫とこのパープルですね、この紫と、今黒が、主流としてあるんですけども、まあ、あのお好みの色にもですね、できるということで、今、受注発注で、させてもらってるんですけども、皆さんですね、結構まあ女性の方はあのラッキーカラーというですね、自分のこの幸運の色っていうんですか、まあある占いによりますとですね、このあなたは何色が、ラッキーカラーになってるので、それを身につけたりですね、持ってたりすると何かいいことが、ありますよ、まあ、ラッキーなこと、まあ、幸運ということですよね。本当に、私もですね、偶然かなんか分かんないんですけど、私のラッキーカラーパープルなんですね。そのパープルを選んだのはやっぱりなんかその自然に自分が、好んでいる色っていうのをですね、ラッキーカラーに選んでたなと、思って嬉しいわけですけども、さあ、自分の好きな、三線の色でですね、そしてまたその音色でですね、三線ライフを楽しんでみてはいかがかなと思います。どうぞまた、皆さん、この琉球エレク三線、カナロンですね、ご興味のある方は、どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいね。一生懸命、私もお手伝いしていきますのでですね、また、よろしく、一緒に三線ライフを楽しんでいきましょう。アンシェ、今日も三線弾ける喜び、マジュンいっちゃう。